ノーコンでここまで来れた。ただ本当の戦いはここからですよ。よし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 、まあいいんじゃない、ここまでノーコンで来れたのは。いかにも悪魔城っていう感じの場所ですね。あー怖い。うわー、あと残機増えてる。よし、これはこのステージはゲームオーバーせずに突破して、で残機が減ってたら一回次のステージが始まった瞬間にゲームオーバーになるっていうのも一つの作戦かなと思うんですよ。もうどうせノーコンなんてできやしないんだから絶対に。だったら下手にね先の方に進んで、であと2機あればとかってなることを考えたら、その方がほら編集が楽になる。まあ、このままねゲームオーバーせずにクリアしちゃうっていうのが理想なんで、まあ、一応そこはね気持ちとしては持っておきますけども、まあ、念のためにということですよ。できるだけでも、おお危ねえ、危なかった。ここもすごいよねこの表現。危ねえ、怖かった。そして今もう本当に落ちかけた。とりあえずここ突破すれば一回死んでもおそらく中間ポイントから再開できると思うんですよね。それまではちょっと生き延びないと。回復落ちてこないな。よいしょ。そんなにね難しい場面じゃないけど緊張する。手汗がすごい。今うまかったね、かっこよかったね。よいしょ。おわー、まま怖い。よいしょ。わあ危なかった。ドキドキが止まらない。よし、いけたー。よしよっしゃー。まあおそらくこの辺にそろそろ回復があるような気がしたけど気のせいか。本当に回復少ないなこのステージ。やばい、危ねえ。シャンデリアが落ちるとお肉があるっていうのはファイナルファイトならねよくあるパターンなんだけどね。くそ当たらん。これちゃんと倒せるんですよね。なんか見た感じ無敵っぽいけど。しかも床とかすり抜けそうなのにすり抜けないから。せっかちなカーネル・サンダース。よしよし、いい感じいい感じ。あー2連射か、回復じゃないのか。回復全然出てこない。あーくそ、食らってまった。あーしまった、無知たらしをやってしまった。まあでも残機はまだ余裕があるね。この残機でボスの手前まで行って
で、まあ、ボスで1回死んでボスを倒す。で、次のステージ開始直後に1回死ぬという流れ。もうそこまでシナリオが出来上がってしまった。こいつ厄介なんだよね。まあ、一発で死ぬからまだいいんですけど。あ、しまった。危なかった。2匹出してしまった。こいつは結構硬いから、ちゃんとしっかり鞭を振って当てないと。そしてせっかちなカネル・サンダースは軽く倒して、ここだっけ、さっき死んだのはこの辺ですよね。まあ次は体力あるので死ぬことはないと思うんですが、おー危ねー。まあ落ち着いてやればこんなもんですよね。あ、ここに回復があったやん。くっそ、もう一息やったやん。もったいない。よしよし、ノーミスだけでノーダメ。ここまでは体力減ってない。さあここですよ。ここはね、よいしょ、いけた。危なかった。ちょ、もう何してんのあの人、本当に。届かん、ムチが届かん。怖いわ。もうなんかこの辺の床とか、あ、あれ絶対下に崩れていくやつだよね。あー、ちょっと待って、危なかった。わ、追いかけてくる。あ、お肉。あ、満タンじゃない。でもなんかボス近そう。このボスでもどうやって倒したっけな。確か左側にいて次右に移動とか、そんなパターンだったような気がするんですよね。もう長いな、まだボスまで行かないのか。あー、しまった、一発で倒せると思ったのに。勝ったこいつ、やべ。ちょっと移動しながら攻撃じゃなくて、立ち止まって攻撃しないとダメだな。回復なし。あ、一回やられると、いったー、くっそ。どっから、あ、こっからか。まあこっからならまだマシだけど、もう残機がない、やばい。これはやばいですよ、マジでピンチ。あれ多分ムチパワーアップだったと思うけどな。まあいいや。あー、もうくっそ、強っ。あー、助かった、すごい助かった、本当にすげえ助かった。ここらで1アップ出てくれませんかね。ボスはまだか。
ボスはまだかえ。ハートがあっても武器がないからな。あれね、よく引っかかるんですよね。絶対知らないとダメージ食らうやつだよね、あれ。まあ、今忘れてましたけど、完全に。適当に鞭を振ったら音がしたから、ああそうだそうだって思い出しただけで。あーくそ、あー危ない。あ、ちょ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 、残機ないのに。でも確かね、ここもしかしてだけど1アップがあったような気がするんですよね。この後いた、だったらすっごい助かる。いた、やべ、ここに、おお、ラッキーチャパンだ。そして回復。ちょっとダメージ食らいすぎたな。よし、確かね、これこうやって左右に移動しながら攻撃、あいった。あ、間違えた間違えた。いやー、ドキドキする。でもここね、確か1アップがね、あそこ無限に出た、無限というか死んだ後も確か復活したと思うので、だからあそこまでちゃんといければこのステージはもう突破したのと同じなんですよね。ただまあ、そう何回も何回、おお危ね、見せるわけにはいかないので、この場所ばっかり。ここでダメージを食らってまた体力満タンでボスまで行けないってならないようにしないと。あのクロス出るの遅いんだよ、いつも。よし、次は体力満タンでボスまで行けそう。あともう一回ぐらいでも出てきたか、こいつが。あーくそ、でもまあまあ一発食らったぐらいならいいや。これでもう決めてしまおう。くっそ、やばいな、結構ギリギリだなこれ。うわー、危なかった。勝てた。余裕じゃなかった。おかしいな、練習ではこいつ簡単だったんだけどな。よし、言うてもまだゲームオーバーしてないですからね。まあもう次で一回ゲームオーバーしますけども、さすがにね、この残機ではきついので、まあ行けるとこまで行きたい気持ちはあるんですけどね。で一回行けるところまで行って、で突破できなかったらダメでしたみたいな感じで一気にこうカットしてコンティニューしたところから始めようか。もしかしたらいけるかもしれないからね、言っても。あー、ボス来た、ボス来ちゃった。あー、体力もうちょっとあればな。やばい、あ、これダメだ、くっそ。
よし。おお、なんか、なんか勝てそう。あー、もう嫌なってきた、もう。くっそー。悔しいなぁ。いや、勝てると思ったんだけどなぁ、そこまで行ったら。まあ、皆さんの元にはね、こうボスと戦う前ぐらいからかな。で、まあ、負けてここに来たっていう感じの編集になってるような気がします。ってか、その予定です。道中は、まあ、この回でじっくり見せていこうと思うんですが。あ、ちょいちょいちょい、危ない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 。あ、こいつ上に攻撃してくるんだ。まあ、本当の理想はね、あそこで、あ、ちょっと危ない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 、あそこでしっかりボスを倒して、次のステージ始まってすぐに、まあ、一回わざと死んで、で、まあ残機をきれいにするような展開が理想といえば理想だったんですけどね。まあ、こうなってきたらもう逆にね、この残機のまんまできるだけ死なないように、まあ、死なないようには無理か、まああまりコンティにはしないようにやっていきましょう。まあ、まあこういうさ、まあ、図書館といえばいいのか図書室といえばいいのか分かんないですけども、こういう感じのステージって月下の野草局ではあったんですが、悪魔城ドラキュラ本編では珍しいステージじゃないかなって気する。まあ、かなりでかい本ですけど。あ、ちょちょちょ、危ない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 、くっそ、回復欲しいな。結構減ってしまった。まあ、ドラキュラも長い時間生きてるから暇なのかもしれないしね。これぐらいの本は必要なのかもしれないっていうか、今危なかった、焦った一瞬。まあここで赤い骸骨はちょっとやらしいな。あー、斧取っちゃった。まあいいかも、クロスのままのが良かったのに。おー、もうコウモリいっぱい、怖い。確かね、ここに回復が OK、 体力満タン。いや、意外とねここ回復多いんですけどね、さっきちょっとね途中でダメージを食らいすぎて回復が追いつかなかったんですよね。上の針に当たったら一発でアウトなんで、危なー、吹っ飛ばされた時に針に当たる可能性もあったな今。危ない、まあ危ないっていうか当たってるんですけど、うわー、ダメージが半分近くまで減ってる、危なっ。なんかちょっとあの騒音おばさんだっけ、一時期話題になった、あれ思い出すな、少しおばさんだっけな、忘れたけど。しぶといっていうかちゃんと当たってないのか。あ、こいつね、こうやってね、お、いけたいけた、あれね、うまく消せるとね楽なんですけど、消せないとねなかなかきついんですよ。よしよし、あそこであの炎の蛇みたいなやつを消せたのは大きいかも。ここはね、こうやってしゃがんでおけば実は当たらないんですよね。まあ、あれ気づかないと、あそこどうやって突破すればいいのってなるけど、まあ、気づくか、あれぐらいは普通に。お、危ない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 。さあ、もうすぐボスだ。うー
うわ、どうしよう、どうやって行こう。よし、よしよしよし、うまく切り抜けた。この悪ガキがみたいな感じで出てくるな、あいついつも。おっしゃ、肉、あ、しまった、肉取ったばっかりなのに、もう。あー、ボス手前で肉取ったばっかりで、まあいっか、でも斧があるから確かこれで何発か当たるはず。あー、くっそ、ダメージ食らった、結局食らってる。あー、強っ、強い。よしよしよし、一発でもかわせばもうこっちのもんだ。よっしゃ次は勝てた。さっき斧があればな、勝ててたと思うんだけどな、途中で死んじゃったからな。さあ、これでステージ7クリア。ここで下に落っこちる。まあ思ってたよりかはうまくプレイできたんじゃないかなって気がする。さあ、ドラキュラ城3ステージ目。ドラキュラ城は一面一面が長いな。ずいぶん高いところから落ちてきましたよ。てか悪魔城ドラキュラって落下しあるくせに、ああいう時に高いところから落ちても、おお、危ない危ない、落ちてもね、結局死なないしダメージも食らわないんだったら他の場所でもなんとかなるだろうってちょっと思っちゃう。あー、くそ、ダメージ食らった。まあそういう野暮なことは言うなって言われそうですが、てか気づいたら斧が三連射になってるな。まあ斧そんなに使わないから三連射になってもなっていう気はするんだけど、一発で死ぬ場所がね多すぎる、こういう針のところが。敵の炎とかはさ、ダメージね、ちょっとしか食らわなかったりするのに、うわ、何、無茶出るやんこいつあ、やばい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 、だだ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 だ、これちょっと斧あって助かったね、ここ嫌な感じであいつが配置されてる。持っててよかった斧だよ、入っててよかった保険みたいな感じ。ただ体力がちょっとない、満タンじゃないのかな。ここで高さギリギリなんですよ、今危なかったな。よいしょ、ね、これね、下へ一見行くように見えるんですが実は上なんですよね。これ完全に罠ですよ。くそ、当たらんあれも初めてやった時は何回もあの下から行こうとしてめちゃくちゃ死にましたもん。いや、斧大活躍あ、いたくそ、めっちゃ食らってるダメージ。あの上から落ちてくる水滴意外にダメージ食らうからもうちょっと慎重にやらないとね。おー、体力満タン、ここで満タンは嬉しい。あ、もうこれ絶対崩れるやつやん。崩れんかったあ、崩れた、意外と、おお、崩れるの遅かった。あ、クロス欲しいけど取りに行けないわ。あ、ここか、ここはね、もう一気に落ちてショートカットできるんですけども、落ちる場所だけ気をつけないとね。ここも確か
メデューサヘッドがいたと思ったけど、気のせい、あ、いたいたいた。全然見当違いの方向行ってくれてた。危ねえ。行こうとしたら頭が当たっていけなかった。まあまあここまではいい調子かな。やっぱ一回死ぬとさ、肩の力が抜けたせいか割とうまくいってる気がする。これ確かね、順番揃うんですよね、待ってたらこのタイミングだ。ここ無敵出てもあんまり意味がない無敵出ないのにこいつ一体のために無敵出されてもな。よいしょ、あいた、いったいった、最悪。こんなことなら最初から下から行けばよかった。あいついつから穴の中に入って待ってたんだろう。ただ構って欲しかっただけなのかな。嫌なとこで出てくるねあいつ。よいしょ、あー怖あ、探検取っちゃった。取るつもりなかったのに、まあいいや。これね、最初タイミング必死に合わせていこうとしてて何回も死んだんですけど、実はそんなことしなくてもいけるんですよね、こうやってしゃがんでりゃ。これも罠だと思う。そして、あ、ここここもここすっごい苦手。2番目が光って、違うな、このタイミングじゃないな。難しいなこれ、どのタイミングでいくか。むっちゃ、ま、1と3が同じタイミングなのか。1と3が同じタイミングだから1と3でいくか。よし、あー、しまった、もうもう時間かけるだけかけて失敗するんかい。あれ難しいわ、あそこ。やっぱ2番目から行った方が良かったな。今度こそこっちから、よいしょ、さあ一気に行く。いや、これはもう突破しないと。あ、ダメージ食らった。こうやっていった方が早いね。ちょっとリスクはあるけど。さすがにここからは怖くて立てないもう怖いわ、もうここ同じタイミングか、さっきとちょっとなんかタイミング変わってない。おお、いけたおっしゃ、もうこれ絶対ものにしないと。よし、これはいける。これはいける。これ余裕でいける。おお、ここまで来たら余裕だわ。ボス弱い。ボス弱かったけど、道中大変だった。まあゴール手前で死んだけど、ワンミスで済んだのはだいぶ良かったような気がする。次が悪魔城ステージの4つ目か。ようやくなんかラストが見えてきたって感じか。まあ、でも本当にね、こっからさらに難しくなるんですよね、このゲーム。ここはあれか、黄金バットのステージか。どこからクールのか、黄金バットのステージですよ。
お、危ない危ない、痩せた。下に落っこちるかと思った。しかしすごい数の金貨と宝石。これエンディングでシモンがちょっと宝石とかつけてたら嫌だね、あのステージから持ってきたんだって。あ、いった。まさか骸骨の続きを食らうとは思わなかった。お、2連射。あー、怖えー。これ上ね、すぐ崩れるから、これほとんど上ね、いけないんだよね。あー、またもうなんかすげえ焦る。もうこの下に落っこちることに対してこんだけやってるとトラウマになりつつあるわ。意外とでも体力は減ってないかな。こうもう崩れるの早いから相手も取る余裕が全くない。これはもう斧の方がいいね。いや最初、うわ、しまった、上行こうと思ったら忘れた。あー、上行ったら回復アイテムを取れたかもしれないのに完全忘れた。まあいいや、そんな体力減ってないし。てかここの曲すげえかっこいい。なんか悪魔城ドラキュラ本来の BGM ってこんな感じだよなーってちょっと思ってしまう。いた、くっそ、やばい。あー、怖かった。まああそこね、よく落っこちることあるんで、そう考えるとダメージは食らったけど落ちなかったら何でもいいや。あそこに引っ掛けるとこあるな、いけるかな。おー、いけた。あー、しました。うまいことやったと思ったのに。回復が出ない。シンクロ率 100% だわ、本当に。ダメージを食らうたんびに無意識にいたって言ってる。そして回復した、ありがたい。ここで斧投げてる方が当たるかな。めちゃくちゃ卑怯な戦い方。あー、もうこれで届くかな。あ、届いた。よいしょ。あの綱渡りジャンプちょっと難しいな。これ確かね、3つぐらい重なってから行ったら楽なんだよね。もう回復はない。あれ動くな、あいつ動くぞ。動かないか。あ、動かなかった。これ吸い込まれてるやつ動けないから。あれ下なんかあんのかな。まあでも回復じゃなければ行ってもしょうがないしね。おし、回復した。よいしょ。よし、めちゃくちゃ調子いいね。おー、危なー、しまったしまったしまった。あ、思わず上に飛び乗ってしまった勢いで。よいしょ、回復はないね。あ、これ、あー、お肉かなーってちょっと思っちゃったけど違かった。
下に落っことされるのが一番怖いので、斧すげえ役に立ってるここに来て大器晩成型だな。なことはないか、勝手に俺が使えないって最初思い込んでただけか。よっ、おーしおし、三連射。おっしゃ、お肉やったー、満タンだ体力。しかもボス近そうだし、あ、もうボスだ。おっしゃ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 、黄金バット来た。どこから来るのか、黄金バット。あんま世代じゃないんですけども、その世代と思われちゃいそうだけど、痛い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 。こいつもあんま強くないね。全然なんか普通にただただこうやって攻撃してるだけで勝てそう。そしてやっぱりコウモリには斧だよね。おー、楽勝とは言い難い結果だったけど、途中なんかもっと楽勝かなと思ってたんですけどね。このステージむっちゃ良かった、一気も死ななかった。よしよしよし、これまだいい感じだよ。次は上か、さっきは下に落っこちたけど、下行ったり上行ったり忙しいね。続いては悪魔城ステージ5。そしてなんだかこの曲聞き覚えありませんか皆さん。